はい、皆様どうもこんにちは。本日はですね、天体写真に必要な細々とした道具という形でですね、いろいろご紹介してみたいと思います。で、わざわざ機材って言わなかったのはですね、天体写真用の機材、代表的というか、よく取り沙汰されるのは、カメラとですね、レンズと、赤道儀といったものなんですけれども、そういったところとちょっと違って、その周りの周辺のですね、細々とした、道具をいろいろですね、もうちょっと買わないといけないものがあるんで、それを紹介したいと思います。なんでね、そういったものが必要になったかっていうと、カメラを変えてしまったので、ちょっとその対策っていうのが必要になってきたわけですね。それで、ちょっとね、紹介したいかなというふうに思います。でもうですね、今4月の4日ということで、こういったね、天の川がですね、夜半はまだ無理か、午後、午前か、午前2時ぐらいになってくると、こんな感じで、見えてくるかなっていうところですね。大体横倒しの天の川がですね、午後2時ぐらいになると出てくるのかなって感じです。ただちょっとね、こんなに、くっきりとは見えないんでしょうけれども、これちょっとね、要するに、日マスク合成で撮ってますんで、ここまで眼視ではくっきりは見えないんですけども、ぼやっとですね、したものが上がってくるっていう感じですね。で、こういった、今お見せしているのは星系写真なんですけれども、次はですね、星系ではなくて、この星野って書いて星野って読むんですけれども、要するに景色のない、ものですね。星雲星団とか星だけの写真、それをですね、撮りたいなと思っていて、それに対する道具がですね、いろいろ必要なわけです。細かい。で、例えば今からだったらですね、次の新月期だったらどうかな？ここのバンビの横顔あたりをですね、ここバンビの横顔なんですけれども、これから、M8M20 とか、そういうのをですね、含めて広く撮るっていった、そういった 135mm で撮るとか、あるいは、この北アメリカからですね、このサドルのあたり、このあたりを、やっぱり撮るっていう、そういったですね、ことができると思うんですけれども、それに向けていろいろですね、準備中ということですね。で、まずですね、必要なのは、何かなと思ったんですけれども、この望遠レンズ用サポーターっていうやつですね。で、今まではですね、こういった下のですね、下の冷却装置っていうのがなかったんですよ。で、EOS 60DA っていうですね、非常に軽いカメラを使ってたんですけれども、これはですね、EOS 5D Mark II っていうのは、の冷却改造っていうのはですね、1.5キロあります。で、レンズの方が、約1キロなんで、レンズからぶら下げるとですね、ちょっとマウント部にかかる負担が大きいかなっていうことで、そこら辺の工夫をちょっとしなきゃいけないというふうにですね、思ったわけなんですよね。で、レンズにぶら下げてもいいと思うんですけれども、1.5キロぐらいなら、でもちょっとね、そこら辺気持ち悪いんで、対策しようかなと思ってます。で、その一つ、その方法の一つがですね、この望遠レンズ専用サポーターっていうやつですね。これどこだったかな？ベルボンか。ベルボンから出てるですね、SPT-1 っていうのがありますね。で、ちなみに SPT-1 ともう一つですね、SPT-2 っていうのもありますね。で、SPT-1 の方が、だいたい中望遠レンズとか、それぐらいのものが SPT-1 と。で、SPT-2 になると、おそらく32波どころか、54とかそこら辺も載せられるのかな。そういったね、非常に重い、レンズを載せることができるのが、こちらの SPT-2 だと思いますね。僕が欲しいのはこちらのですね、SPT-2 っていう、こういった望遠レンズサポーターですね。これが欲しいかなと思ってます。で、どういうふうに使うかっていうと、これですね、このプレートの部分が、アルカイ・スイス規格かになってるらしくて、今ですね、アルカクランプが、赤道儀についてるんですけれども、これだったらですね、直接そこに、クランプすることができるということで、この SPT-1 を買うということですね。で、写真を見ていただいたらわかるんですけれども、本当はこちら側がカメラ側で、で、こちら側が三脚座側になってるんですけれども、ちょっとね、自分は特殊な使い方になるかなっていうところはありますね。っていうのも、ここにですね、冷却装置がついてるんですよ。で、冷却装置がついてるので、カメラ側の方がですね、背が高くなってしまうわけなんですね。で、なので、こちら側に、カメラをですね、乗せて、で、こちら側にレンズという形になると思います。で、ですね、レンズを乗せるときに一体何を使わなきゃいけないかっていうと、クランプですね。こちらの、ミニクランプっていうものがあるんですけれども、これを乗せようかなと思ってます。
で、このミニクランプですね、このちっちゃいクランプですね、はい、まあ大きいやつでもいいんですけれども、バランス考えたらこっちかなと思ってるんですよ、はい。で、まあ SPT-1 の望遠レンズサポーターっていうのがこうなってるんですけれども、ここしか面積ないんで、あんまりでかいクランプだとですね、ちょっと大げさになる、かなっていうことで、先ほどのですね、ミニクランプぐらいでいいかなって思ってますね、はい。で、そこら辺を購入してですね、カメラとレンズの支えに、しようかなと思ってます、はい。で、これはですね、近々買わなきゃいけないかなっていうことで、まあそこら辺をですね、検討してますね、はい。で、ちなみに、小売希望価格はですね、これ 13,333 円になってますけど、実際は、7,000-8,000円で手に入るみたいです、はい。あとでですね、下の動画の説明欄にですね、まあ、Amazon のリンク貼っておきますけれども、7,000-8,000円ぐらいで、手に入るはずですね、はい。で、まあそこら辺のものを手に入れて、まあ、重さの対策にしようかなと、ここをですね支える対策にしようかなというふうに思ってます、はい。ただこれ使っちゃうとね、一つ問題点が次出てきまして、縦横の切り替えがちょっとできないんですよね、はい。もうだから縦構図限定とか、構図が限定されてしまうんですけれども、そこら辺がですね、どうしようかなというところですね、はい。それはちょっとまだ考えてないんですけれども、とりあえずまあ撮れるもので撮ろうっていうところもあります、はい。まあその後おいおいまた別に、何かやりたいことができたらそこで考えればいいかなっていう、まあ、それもありますね、はい。とりあえずまあ何かこれを買っとかないと、撮影できないというか、ちょっと不安なんでね、この重い、カメラをぶら下げるのはちょっとそこら辺が不安なので、まあこれをとりあえず買ってですね、次の撮影に備えようかなというふうに、思っております、はい。で、もう一つですね、これ冷却カメラじゃないですか、はい。先ほどから何回か、矢印で示してますけれども、ここですね、冷却装置がついてるんですよね、はい。で、まあこの冷却装置を働かせないといけないということで、そのですね、大容量バッテリーがいるわけなんですよ、はい。で、昔ですね、バッテリー持ってたんですけど、友達がね、売っちゃったんですよね、はい。カーバッテリーだったんですけど、だいたい35アンペアワーぐらいかな、なんでそこまで容量は大きくなかったんですけれども、友達にこれ3000以上だったら、なんかそのフリーマーケットとかで売っていいよって言ってたらですね、なんと500円で売りやがったんですよね、はい。ふざけんなよって話なんですけどね、まあまあそれはしょうがないとして、ごめんって言ってましたけど、はい。まあその場の勢いで売っちゃったらしいんですけどね、それでですね、まあバッテリーがですねないんですよ今、はい。で、まあ、それでどうしようかなっていうふうに今ちょっと思ってるんですよね。で、バッテリーなんですけど、一つはですね、こういった発電機を買うっていう手もあるんですよね、はい。今後ですね、天体写真をどんどんやっていくっていうことを考える上ですね、まあ、いずれですね、こういった大型の発電機とかも必要になってくるのかなっていう感じはあります、はい。で、これですね、EF23H っていうのがヤマハから出てるんですけれども、確かね、これ、小売希望価格は、ここはですね、十何万になってますけど、44,000円ぐらいで確かあるんですよね。はい。まあ、それぐらいでですね、手に入るというか、まあ、買おうと思えばあるんですよね。はい。で、近くのホームセンター行っても、発電機はですね、6、7万ぐらいですね。はい。で、まあ、確かに高いんですよ。はい。それだけ出すには、結構ね、お金がいるんですけれども、ただ、一旦買ってしまえば、今後長く使っていけるというところで、前ね、天体写真以外にも災害用とか、まあ、いつ災害が起きるかわからないんで、まあ、それ用にの対策っていう、まあ、名目で買うとかね、いろいろまああるんで、用途はあるんでね、買っておいても悪くはないのかなというふうに思ってます。はい。ただ、まあ、ちょっとね、発電機はやっぱり高いし、重いんでね、はい。そこら辺のこともあるんで、どうしようかなと。あとね、一人で撮影するのはならいいんですけど、やっぱり結構騒音とかそういう問題もあるんでね、まあ、そこら辺のことをどうしようかなと思ってます。はい。まあ、一人でね、山奥で入って、やる分にはいいと思うんですよ。はい。どちらかというと、山奥に入るときは、音を鳴らしといた方がいいのかなっていうのもあるんですよね。はい。あんまりこう静かにしておくと、野生動物とかそういうのが近寄ってきてね、危ないので、人によってはですね、わざとラジオを大音量で、こう山奥で撮影するときですよ、まあ、自分が一人しかいなくて、周りに誰もいないっていうときはですね、ちょっとラジオの音量を大きめにしてですね、まあ、人間がここにいるんだよっていうのを知らせる上でもですね、まあ、こういった発電機の音とか結構有効なのかなっていうふうに思ったりしますね、はい。ただまあ周りに人がいるとね、使っていいですかってちょっとね、気を使わなきゃいけないところはあるかなっていうのはあるんですよね、はい。
で、まあ、発電機以外にもですね、ディープサイクルバッテリーか、はい、ディープサイクルバッテリーっていう手もあるなと思ってるんですよ。はい。で、ディープサイクルバッテリーはね、発電機ほど高くはないみたいです。はい。こちらのですね、ディープサイクルバッテリーなんかは、1万1000ぐらいで手に入るんで、それでですね、容量が105アンペアアワーっていうことで、まあ、これぐらいあればですね、かなり持つなというふうに思ってますね。はい。で、今大体計算するとですね、まず冷却装置で、あれが、実測で約4アンペアでしたね。はい。12V 4アンペアアワー、4アンペアっていうところでした。で、赤道儀がですね、全て込み込み、オートガイダーとか込み込みで1アンペアちょっとっていうところですかね。はい。で、カメラがですね、500ミリアンペアぐらいなんで、赤道儀とカメラ込みで2アンペアぐらいかな。それぐらいの電流が流れてると思います。で、それともう一つですね、レンズヒーターがありますんで、あれがまた500ミリアンペアぐらいあるのかな。で、合計だからですね、6.5 アンペアぐらいですね、流れているということですね。はい。で、6.5 アンペアアワーで、それでですね、1時間使うということを考えると、105アンペアアワーですね、約どれぐらいになるかというと、14時間ぐらいですね。はい。で、14時間って言ったら、冬でもですね、一晩中使えるなっていう感じがします。はい。で、まあ、冬でですね、大体、そう14時間ぐらいに使えればまあ十分かな。ただ冬はね、バッテリーの低下、出力の低下とかいろいろ難しい問題があるので、そこら辺がですねちょっと問題があるんですけれども、まあ、1万1000ぐらいでですね、まあ、買えるっていうところですね。はい。ディープサイクルバッテリーならですね、まあ、これぐらいで買えるのかと思いながら今ちょっと見てますね。はい。今一応ですね、バッテリーがリール用のバッテリー、釣り具用のバッテリーで 12V の 13、アンペアアワーっていうのと、あとですね、12V の7アンペアアワーの、バッテリーが2つと、シールドバッテリーが2つという形なんですけれども、まあ、何個も何個も持っていくのがちょっとね、バカらしいかなというふうに最近思っておりまして、1つにできるだけまとめたらいいのかなというふうに思っているので、これにしようかなっていうのと、もう1つですね、冷却装置ですね。はい。こちらのですね、冷却装置を働かせないといけないんで、まあ、そのためにですね、大容量のバッテリーが必要になってきたということで、こういったものがいるのかなっていうところがありますね。はい。で、これただしあれだったかな、充電器はついてなかったのかな。充電器をですね、ちょっと買わないといけないかもしれないんですけど、ディープサイクルバッテリーっていうのは充電器があって初めて効果があるっていうことだったんで、そこら辺のことも考えないといけないかもしれないですね。はい。ちなみに車用のバッテリーだったら充電器だけはあるんですよ。はい。そっちは売ってなくてですね、まあ、手元に、まあ、5000ぐらいの安いやつなんですけれども残ってて、カーバッテリーだとね 4,5000 ぐらいで35アンペアはアワーぐらいのが入ります。はい。その場合、今までのバッテリーに加えて、もう一つですね、冷却装置はそれだけのためにですね、バッテリーを使うという形ですね。まあ、4アンペアでだいたいですね、安い 4,5000 だと35アンペアアワーぐらいなんで、約7時間ぐらいですかね。はい。約7時間だとちょっと冬場は厳しいですかね。夏になると、まあ、それ4、8時間ぐらいしかですね、暗い時期がないんで、どうせね、すぐ白明迎えたり、白暮を迎えたりするんで、まあ、白暮が遅かったり、白明が早かったりするんで、それぐらいでもいいかもしれないんですけれども、まあ、冬場がちょっとあれかなっていう感じはあります。それだと心もとないかなっていう感じはありますね。はい。まあ、できればですね、こちらの、大容量のですね、ディープ、サイクルバッテリーとか、それを1個持っておくのはいいかなというふうに思ってます。はい。で、まだちょっとですね、これと、まあ、こちらの、まあ、発電機ですね、それにどっちにするかはちょっとわからないんですけれども、まあ、そこら辺のこと、まあ、バッテリー問題もなんとかしなきゃいけないなというところになってますね。はい。で、これからはですね、まあ、これがですね、直接、まあ、天体写真の、撮影に必要なものというか、というところになりますね。はい。で、まあ、もう一つはですね、天体写真に直接必要というか、そういったものではないんですけれども、こういったものを運ばなきゃいけないんですよね。はい。まあ、まだディープサイクルバッテリーも実はかなり重いですし、もっとですね、重くなるこちらのですね、発電機とかになるとですね、さらに重くてでかくなるわけなんですよ。はい。で、今まではですね、バイクに乗って、まあ、遠征に行ってたんですけれども、まあ、今まではですね、結構人の多いところにも行ってたわけなんですよね。はい。ただまあ、そうするとどうしても迷行の原因とか、やっぱり一人で落ち着いて撮影できないとか、そういうところがあってですね、
まあ、ちょっとね、人里離れた場所に行きたいということで、まあ、バイクだとちょっとね、不安なところもあるんですよ。行くまでは不安じゃないんですけれども、行った先でですね、体をむき出しでちょっとね、横になってるとか、そういうのはちょっと怖いんですよね。どうしても僕そこら辺ちょっと小心者というか、あんまり野生動物とか見るとゾッとするタイプなんで、ちょっとねそこら辺のこともあって、まあ、車をそろそろ買おうかなって思ってます。はい。で、まあ、別に車はですね、軽の、軽だったら何でもいいかなって思ってるんですけれども、まあ、何でもいいというか、とりあえず動けばいいかなと思ってますね。はい。で、まあ、特にね、これ今お見せしてる、まあ、これテリオスキットってやつなんですけど、まあ、特にこれがいいってわけじゃないんですけれども、まあ、できればこういった SUV タイプのやつがいいのかなと思ってるんですが、まあね、ちょっと中古屋とか、そこら辺を近所のね、まあ、ショップとかを今、まあ、見てるとこですね。はい。まあ、直接まだ、伺ってはないんですけれども、まあ、見ながら、どれぐらいなのかなって見てると、まあ、大体ね、25万ぐらい出せば、いいのがある場合はありますね。はい。まあ、ちょっとね、近くにね、ワゴン R の、走行7万ぐらいで、2007年式ぐらいだったかな。はい。それぐらいのですね、状態のいいやつがあったんですけど、それがね、もう買われちゃったんで、どうしようかなって今思ってます。はい。でちょっとね、遠くなるんですけれども、まあ、バスで行けるぐらいの範囲のところに、まあ、このテリオスキットのですね、なんか面白そうなやつがあったんですけど、まあ、ちょっとあれだいぶ走行距離もいってるし、なんか見た目、写真とかね、ネットで検索した時にサビとか向いてたんで、ちょっとこれどうなのかなっていうのがあったんですけど、ただね、天体写真とかそういうと撮るのに SUV タイプとかにした方がいいのかなとか思ったりね、あとキャンプとかもしたいんでね、もちろんバイクキャンプとかも、やるんですけれども、まあ、天体写真撮るためのキャンプみたいなのもしたいかなと思ってるんですよ今。はい。ここら辺だとですね、やっぱり山口県だとどうしてもですね、標高が低いんですよね。はい。標高低くてですね、今ここに撮った場所だと約200メートルか250メートルぐらいしかないんですよね。はい。まあ、成形写真撮る分にはそれでもいいんですけど、もうちょっとこう天体写真撮るっていうことになると、ここら辺だとですね、ちょっと標高が低すぎるということで、例えばですね、三瓶山あたりですねに遠征に行くとなると、やっぱね、車に乗ってこうキャンプがてら行くとか、そういうねのもやってみたいなと思ってるんですよね。はい。でまたその様子を動画にするとかね。でそういうのがあって、ちょっとね、車1台持っときたいなっていうのがあるんですよね。はい。でまあなんですけれども、まあ、ちょっとね、そこら辺のこといろいろ考えてます。はい。まあ、車になると法律の問題だとか駐車場の問題だとかいろいろ難しいことが出てくるんで、すぐにすぐ買えないっていうところはちょっとあるんですよね。はい。でちょっとそこら辺がね、いろいろ解決しなきゃいけない問題がいろいろあってあるんですけど、できれば次の遠征までには買いたいかなと思ってます。はい。まあ、次の新月期ですねまでには買いたいかなと思ってるんですよね。はい。もうね、普段はバイクで移動する しようと思ってるんで、晴れればね、もう絶対バイクなんで、もうボロボロでいいんですよ、はっきり言って。はい。もうね、動きはいいって感じです。まあ、動いて、あとエアコンは効いてくれないとまずいかな。まあ、それぐらいあれば、あと外観は少々ね、貧弱でもね、なんでもいいです。はい。なんで、動く、車をですね、1台欲しいかなっていうふうに思ってますね。はい。で本当はね、車もいい車欲しいんですけど、まあ、贅沢は言えないということで、まあ、十分もうバイクで贅沢してるんで、ちょっとそこら辺は我慢かなって思ってますね。はい。まあ、ということで最後の方はちょっと天体とはあんまり関係ないというか、まあ、関係ないことはないんですけれども、ちょっとね、話が脱線したような感じだったんですけれども、今日はね、この天体写真に必要な、細々とした道具ですねとか、まあ、小さくはないけど、まあ、それに関連した道具とか、そういったものを、話しました。はい。まあ、とにかく今まではですね、こういった冷却装置っていうのがなかったんで、もうね、今までは、住んでたんですけれども、まあ、こういったものが、ついたおかげでですね、ちょっといろいろと、例えば、こういった望遠レンズサポーターだとか、大容量のバッテリーだとか、そういうものが必要になったんで、揃えていかなきゃいけないかなと思ってます。はい。でまあ、今頃ですね、Amazon とかで注文すれば、1週間もあれば、どんなに遅くても1週間もあれば届くんで、次の遠征までに、買わなきゃ、買わなきゃというか、買い揃えていけばいいんですけれども、まあ、それでですね、まあ、組んでみて実際どうかなっていうのを見てみたいと思いますね。はい。ちょっとね、やっぱりお金の出る話になるんで、まあ、それにね、ちょっと給料日が、もう少し、先なんで、もう1週間ぐらい先なんで、まあ、給料日って言ってもバイトの給料ですけどね、はい、がもうちょっと先なんで、
そこら辺まで待って、それが入って元に入ってきたら、買おうかなというふうに思ってます。はい。まあ約どれぐらいまで出せますかね。ちょっとね、発電機になるとやっぱりちょっと厳しいかなっていうのがあるんで、とりあえずディープサイクルバッテリーと、さっきのクランプと、望遠レンズサポーターですかね。はい。そこら辺を買おうというふうに思っています。はい。ということで、本日はこれぐらいで、雑談だったんですけれども、終わりたいと思います。はい。ここまでですね、ご視聴してくださった方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。